皆さんはじめまして。この番組はお酒に関わる20代、通称酒ユースがお酒の未来を自由に語るラジオ、酒みラジオという番組です。まずは出演者の自己紹介から。私がパーソナリティを務めさせていただく廃業酒屋の吉野良英です。良英って呼んでください。では次、ゲストの方の自己紹介からです。どうぞお願いします。はい、福島県海東男山酒造の渡辺純平と申します。あだ名は純平と呼んでください。ですね、あんま分からない、なんもないですね、はい、担当というか営業をやったり製造をやったり事務的なこともやったりしております。そういった感じで福島県のど田舎の雪がめちゃくちゃ降るところで酒作ってます。はい、以上です。はい、はいはい、私浅草は駒形でどぶろくを作っております。この花の醸造所の木村と申します。まあ、どぶろくとか果実を使ったお酒ですね、その他の醸造酒っていう分類のものになるんですけれども、そういったものを普段作っております。お酒飲むのもとても喋るのも大好きなのでよろしくお願いします。木村と呼んでください。じゃあ最後、サングラスの怪しい人、はい、どうもこんにちは、長崎県南島原市にあります、合酒会社吉田屋というところの、5代目になります吉田海一郎と申します。よろしくお願いします。ですね、うちでは日本酒を作っておりまして、去年ぐらいから僕帰ってきてバンというお酒を作ったりしてます。今年のクラマスターで純米酒部門でプラチナ賞とかを取りました。はい、よろしくお願いします。あだ名は海一くんって呼んでカイチ君、はい、くんまでね、あ、くんはいらないです、はい、化粧役で、はい、はい、はい、自己紹介ありがとうございます。ということで、記念すべき酒みラジオ第1回、以前月夜酒店さんのイベントでご一緒させていただいた方々とお送りしていきます。月夜酒店のイベントいかがでしたか？一人オンラインでしたけど、楽しかった。うん、楽しかったですね。ああいうオンラインだったんで、はい。そうですね。一人オンラインで。今日はみんな同じ土俵なんでね。そうだね。そうですね。はい、よろしくお願いします。やっぱああいう風に、なんて言うんでしょうね。まあコロナのね、5類の話とかもありますけども、ああいう形のイベントってすごい久しぶりだったので、まあすごい楽しみだなっていうのもあるんですけども、その飲んでる人の実際の表情とか、あとは実際に言葉を交わすってすごいこう楽しいコミュニケーションだなって思いましたね。真面目なコメントありがとうございます私もちょっと少し真面目になっちゃうんですけど、今純平くんが言っていてくれたように、参加者の顔が見えるぐらい近い距離で、参加者が何人でしたっけ？11人かな、全員11人で、うん、で喋る側がこの今いる4人プラス月夜酒店の力くんの5人で、割とこう、なんだろう、2対1で喋れるぐらいのすごい近い、会場もコンパクトで距離感で本当に表情が分かるようなイベントが楽しかったですね。もうちょっとこう、私個人としてはお客様の方を向いたようなお話の仕方をできればよかったかなとちょっと反省はしてるんですけど次頑張ります結構ね、距離感近くてね、すごい砕けた感じの雰囲気で楽しかったなっていうのも思います。会長はちょっと暇そうにさせちゃってごめんね、その会場の雰囲気を味わえなかった僕も本当お客さんと近い距離感でいろいろ話したので、はい、まあ、やっぱりね、地球規模で言ったらご近所さんなんで、はい、まあ どう国内でやってましたので、はい、とっても近い距離感でちゃんと言語も通じましたし、はい、とても楽しい。基準がおかしいよ。いやでも逆にコロナの功罪ってわけじゃないですけど、リモートでお酒のイベントなんていうのもね、本当できるようになったっていうのはちょっと大きい感じですよね。僕みたいに長崎って結構九州で遠いんで、それこそ下手したら往復6万ですとかかかっちゃったりするのがこういうので、まあその場に行くっていうのも大事っていうか、結構やっぱそこは魅力なんですけど、手軽にもっと距離感は遠くても、まあ、そういうイベントに参加するっていうハードルはだいぶ低くなったのかななんては思いましたね。はい、
はい、真面目な、はい、あれで申し訳ないですけど、はい、はい、皆さん思ったより真面目に考えてくれててありがたい限りです、まあ、じゃあ場もちょっと温まってきたなっていうところだとは思うので、もうちょっと酒見ラジオについて詳しくお話ししていきたいなと思います。お酒に関わる20代、さっきも言いましたが通称酒ユースか、お酒の未来を自由に語るラジオということで、さまざまなテーマで自由に語っていく予定になっております。まあ、バラエティ色強めなテーマもあれば、お酒の抱える問題について真剣に語ることもあればという感じのスタイルでやっていけたらなと思ってます。で、それを通して視聴者の方に酒ユースのお酒に対する思いやそれぞれの人となりを知ってもらうとともに、お酒の未来を担うものとして横のつながりを広げていって仲間を作っていけたらなっていうところが、この番組の一つの目標となってます。まあ、どんどんいろんなゲストを呼べればなと思ってます。ではまあ最初のコーナーというか、一つしか今日はないんですけど、まあ、簡単にちょっとタイトルみたいなのつけちゃったんですけど、私はこんな人、自己紹介テーマトークっていう感じでやっていければなと思います。で、このコーナーは、まあ、酒ユースそれぞれについて深掘りしていくためのテーマを決めた、名前通りそのままのコーナーなんですけども、今回は、まあ、それぞれのことを知ってもらうっていうことを大事にしていきたいので、そんなテーマになっております。まずは純平くん、最近お気に入りのお酒とおつまみについてということでお話ししていただければなって思います。はい、ありがとうございます。最近お気に入りのお酒おつまみということでテーマいただいてるんですけども、最近お気に入りのお酒、海藤男山酒造夏の三ノ丸兵庫生酒造酒自社のやつだよないかい、自社のやつ噛むんかい噛むんかい今ちょっと僕の中でやっぱりね、夏酒ってことですごい最近晩酌だと毎日夏の三ノーマルずっと飲んでます。で、夏の三ノーマルなんですけれども、うちの商品三ノーマルって春夏秋冬って出してて、でそれのうちの夏なんですが、これがですね、お野菜、夏野菜にすごいよく合うんですよね。南会津町って本当にすっげえど田舎なんですけど、ご近所から無限に野菜をいただくんですよ。気づいたら玄関前にキュウリが何十本と置いてあるみたいな、そういう世界観なんですけど、そのキュウリを人間です、人間です、あ、すみません、そのキュウリとかを漬物にして無限に食べながら、三の丸を無限に飲むっていうのが最近僕は気に入ってますね。なるほどキュウリの写真見せてもらいましたけど、はい、キュウリすぎるだけど何が起きてんだいや本当に美味しそうな、無限に野菜をいただくんですよ。時々鶏肉とかももらうんですよ、わけわかんないんですけど。あーすごい、わけわかんないなんでなんだろう、パックに入ってる、パックに入ってる鶏肉買ってきた鶏じゃない潰したとかじゃなくて普通にパックに入ってるやつ、胸肉みたいなやつとかもらったりをするぐらい、それぐらいこうご近所付き合いがあるような田舎です。いいですね、ご近所付き合い、うん、いいですね。海地くんもご近所付き合いありそうじゃん、その地域がさ、あ、地方の、まあ、そうですね、うん、はい、ありますよ微妙なこと言っちゃったわもちろん、そうめんとかもらうんじゃないの。そうめんはね、島原そうめん、お中元にもらうね、お中元にもらう島原手延べそうめんだよ失礼しました、ごめんなさいあ、いいですよ、ありがとうございますお酒の方はこれ季節で瓶の色が変わるみたいな感じなの？ラベルと基本的に青なんですけど、冬だけ透明瓶ですね、うん、瓶自体は。で、まあラベルはまあ夏だったら青、秋だったら赤みたいな感じで、こう四季の感じで雰囲気を感じ取れるような感じになってます。季節商品は夏だけなんですか？他は？三ノ村だけかってこと？他の秋とかにはや、冬とか春とかには。そうで、春夏秋冬はの三ノ村がある。さっき言わなかったっけ？
あ、そうだっけ。あ、ここが後でお願いします。膝終わった。そうなっちゃうな。次に木村さん。はい。木村さんです。飲んでみたいお酒、お酒のジャンルでテーマ。そう。お願いします。はい、ありがとうございます。なんだろう、これは単純に今数ヶ月前からものすごい気になってるやつがあって、日本で多分飲めないんじゃないかしらっていうお酒なんですけど、これ日本酒の方がいいのかな？日本酒じゃないんですよ、醸造酒なんだけど。全然なんでも蒸留酒でもいいし、うん。そもそも私が作っているお酒が日本酒では正確に言ったらないんだよね。白原料を使ったり果物とかスパイスとか何使っても OK。でも基本的にはそういう醸造酒、日本酒とかの作り方をベースにしたもの、糖類を発酵させる作り方ですよっていうものを作ってるんですけど、次のお酒に何を入れようかしらって思って調べてるときに、どうやら世界のあったかい地域にバナナを使った醸造酒があるらしいんですよね。仕込み方が、日本酒と同じ数段に分けて仕込むらしい。だね。でも度数はそんなに高くなくて、なんかタンザニアではゲベって言うんだって。ゲベ。ゲベ。そう、ゲベ。名前面白いよ、ね。から始まる。そう、やばいよね。しりとりの。あの、しりとりのレパートリー増えたね。ゲベ。ジャメラの次に。そう、ゲベ。でもゲベね。韓国のじゃないんだよあれ。すいません。結構あったかい地域でアフリカとかでも作られてるらしいんだけど、まあバナナワインって呼ばれるんだって。なんか結構甘くて美味しいらしい。ちゃんとバナナの味もするし、なんかベトナムにも一応ンゲベじゃなくてルーチョイホっていうバナナがあるらしいんだけど、ルーチョイホ。ルーチョイホ。ルーチョイホあるらしいんだけど、そっちはもち米焼酎がベースになってて、そこにバナナを加えるような形で、度数も30度ぐらい、3、40度ぐらいあるらしくて、リキュールに近いのかな。そうそうそう、どっちかというとリキュール寄りなんだって。いや、リキュール寄りの方よりは醸造酒のバナナの方がちょっと飲んでみたい、気になる、今気になっているお酒。ジャンルはまあ醸造酒みたいな。ゲベ調べてみて。ゲベ作り方出てるから。作るのはそれ数段に分けて仕込む以外は何か他もうちょい詳しく何かあるんですか？詳しくありますよ。潰すとか。そう、潰します。潰して、まあ私が見てるサイトでわってやつなんだけど、果実酒系だったらやっぱワインとかが真っ先に浮かぶから、うん、なんていうんですか、渋くなったりするのかなとか思ったけど、うん、でもあれはまた別なのか、うん、バナナも皮とか入れたら渋くなるのかな。そう、皮とか入れたら結構渋い、なんか変な香り出そうだね。渋くもなりそうだし、皮はね、むくらしい。皮むいて、むちょむちょって呼ばれる黄色く熟して太くて短いバナナを手ですりつぶすんだって。あー、むちょむちょ、むちょむちょむちょを手ですりつぶして、でそれを容器に入れて3日間放置するとめっちゃ透過してくるらしいの。それを大量のむちょむちょ潰したやつをでっかいバケツに移して、何を発酵させるとなるんだって。やっぱりむちょむちょは仕込みで入れてくって感じか。そう、軽く発酵した後に一回煮込んでからもう一回バナナ加えて、潰したむちょむちょ加えて発酵させて火入れて、むちょむちょ加えて発酵させて火入れてっていう段仕込みの方法。ちょっと日本酒とはまた違うけどね。毎回毎回火を入れて何回ぐらいやるんですかね。3、4段って書いてあるけど、でもなんかね、結構昔からあるお酒みたいで、地域によって結構作り方は違うんじゃないって思うんだが、ただ段の前に殺菌っていうか引き入れてこうちょっと落ち着かせるのはね、変わらないんじゃないかな。そうしないとこう発酵っていうよりはどっちかというと腐敗に進むんじゃないかな。そう、まあ度数もそんな高くなさそうだから10度前後結構危ない、
日本人が飲んで大丈夫なのか分かんない内酒、でもそう、そういうのがあるんで飲んでみたいですね。そうだね、ね、飲んでみたいですよね。想像つかない、どうなる、想像つかないよねぜひとも、あの商品化希望でございますね、あの日本で作ろうかな、はい、夢、免許ね、何になるんだろう。あ、でもその他かもよ、あの本当か、果実酒になるか。でもバナナって果実なの？木になってるから果実なんじゃないですか。確かに、まあでもイチゴとかも果実しか、水分完璧な、だから俺らプロなのにすごいぼんやりしたことしてるね。ね。酒税法のプロじゃないの。じゃあもうぜひ逃げのプロになっていただいて、税務署に聞いてこれでいいですかってなる。じゃあ日本初ウンゲベを作れる女になろうかな。ああいいですね。そうじゃないかもしれないけどね、現地で。結構アメリカとかでも自分で作ってる人いるみたいな。ウンゲベ？ウンゲベ、まあバナナワインって言ってるけどね、その人は。ウンゲベを作る、むちゃむちゃ用意しなきゃいけない。そうそう、日本だとできないから。じゃあちょっと頑張ってむちゃむちゃが手に入ったら作ってみます。はい。はい、ます、すごい、はい、むちょむちょにハマってる人が一人いますけど五感がね良すぎるんだよね、むちょむちょのね。なるほど。かいちくん、普段の飲酒習慣でお願いします。そうね、普段の飲酒習慣って言われてね、ちょっと僕もいろいろどうだったっけなってこう考えたんですけど、あ、これあのハードボイルドのいいね説明しちゃうんだそれ説明しちゃうんだいや、まあ僕もね考えてね、ハードボイルド違うな普段の飲酒習慣、まあ考えて、まあ寝る前に一杯だけウイスキーをねこう飲むっていうのが僕のね飲酒習慣かなと思って、ちょうど今こう持ってきたんだけどね。うるせえまあここにあるのジャック・ダニエルなんだけど、これよくバーボンだって言われるんだけど、バーボンはあのテキサス州で作られるウイスキーのことで、これテニシー州で作られるウイスキーだから、バーボンとはまたちょっと違うんだけども、まあこいつをねこうやってこう注いでね、うるせえこう寝る前に一杯飲むわけだよ飲んじゃった。かわいい量だね絶対嘘や、慣れてないよ、まあ、僕の飲酒習慣っていうよりはまあこんなもんかな、うん、まあそうだね、炭酸で割った方がいいね今後ずっとこのキャラきそうだなねえ、どこらへん、こんぐらいしか持たんかったな今日なんかお題言われてどうしようかなって考えて、5時間考えてこんな感じでした。はい、めっちゃ頑張って考えた。いや、普段そうですね、晩飯食う時とかに、ビールとか飲んだりね、いろいろありますけど、案外ね、日本酒とかは、日本酒ね、作ってる手間はあんま申し訳ないんですけど、ちょっとね、ずっと飲むのは、ちょっと重かったりするんでね、ビールとかチンチンしちゃったりするんですけど、そういうお食事にも合うお酒とかを飲む感じですかね。日本酒でもご飯に合うようなお酒を飲むっていう感じですね。はい、こんな感じです。はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ざっくり締めたね。はい、じゃあ今回はこれぐらいで、酒みラジオ第1回終わり、はいとなりますが、はい、皆さんいかがでしたか、はい、これで大丈夫なのかしらいやー面白かったよ、ね、面白かったよじゃねえよこれやろう誰から目線なのそれいやぜひねまた呼んでもらいたいね、うん、はいってハードボイルド先輩が暴れてるよ酒ユースの人たちの人となりが少しでも伝われば今回はそれでいいのかなって思ってます
あとは、まあ、質問感想などあればコメント欄に気軽に投稿お願いします。あとは高評価チャンネル登録もよろしくお願いします。では廃業酒屋の良永と海藤徳山の純平ですと、この花の醸造所の木村です。長崎県の合資会社吉田屋の海地君でした。4人でお送りしました。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。